いらっしゃいませ、陣屋亭チャンネル。はい、どうも陣屋です。すいません、今日はこの画角でずっとお届けする形になってしまうんですけど、実はですね、友人の方から冷凍餃子の美味しい焼き方を教えてくれというふうにお願いされたもので、急遽動画を回してるんですけども、まあどうせだったら最近冷凍餃子もたくさん美味しいの出てますし、無人店舗なんかも、餃子の無人店舗なんかも結構最近増えてきたと思うんで、まあそういう冷凍餃子なんかをご利用する方も多いんじゃないかなと思って、今回動画を回すことにしました。ではご覧ください。いらっしゃいませ。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずフライパンに火をつけます。そしてごま油でもサラダ油でもいいんですけど、少し入れていただいて、フライパン全体に伸ばしていただきます。そしたらここに冷凍餃子ですねを入れていきます。今回とりあえず5個だけ焼いていきますけども、餃子は蒸し焼きにした時に水分含んでね、膨張して餃子同士がくっついてしまうんで、で餃子の皮がくっついてしまうと後でね、食べる時に剥がすと、まあ、皮が切れてしまったりとかするんで、まあ、それを防ぐために少し、まあ、最低でも1センチぐらいずつ間を空けてください。そしてここがポイント、必ず熱湯を使ってください。熱湯を入れるようにしてください。この餃子の3分の1ぐらいですね、3分の1ぐらい浸かるように熱湯を入れて蓋をしてください。これで約1分半から2分ぐらい蒸し焼きにします。はい、1分半ほど経ったら、まあ、ほとんど水分がなくなってくると思いますので、そしたら餃子の上からごま油を適量かけて、このままずっと強火のまんまで焼いていってください。はい、いい感じで焼き色がついてきたと思います。よっ、こんな感じですね。まあこれで美味しく餃子が、冷凍餃子美味しくこんがり焼けると思いますので、ぜひ試してみてくださいね。よろしく。